1994年にバンダイより発売された家庭用ゲーム機。バンダイはゲーム機ではなく CD-ROM プレイヤーと称していた。定価24,800円。正式発表前の歌唱は BAX。CD-ROM ドライブを装備しソフトウェアは CD-ROM で供給された。音楽 CD の再生も可能で再生中の画面はブルーバックで再生状態や トラックナンバーなどは表示されない。コントローラは赤外線によるワイヤレス方式で単4電池2本を使用し、使用しない際には本体にはめ込んで格納することが可能である。ターゲットとなる年齢層は小学生をメインとして設定されており、当時の家庭用ゲームとしてはハードソフトともに安価であった。イメージキャラクターは子役当時の足立由美。足立は 本機そのものの関連 CM は元より本機用の非売品ソフトにも出演していた。足立の代表作として知られるテレビドラマ家なき子はソフト展開当時に放送されたため番組自体はバンダイがスポンサーでなかったのにもかかわらずテレビシリーズかなき子鈴の選択のタイトルかつ唯一のサードパーティー制タイトルとして本機でゲーム化されていた。本体やソフトウェアのパッケージには キーズというロゴと、このソフトは、キーズ企画専用ソフトですという表記がされている。キーズとは、クイックインタラクティブシステムの略であり、CD-ROM への高速アクセス機能を指す。後年、バンダイの公式サイトに、本機の情報は記載されず、写真にも記載がない。アンケート結果にて、本気用のソフトが言及されているのみである。 バンプレストから1996年に稼働した業務用筐体のミチャ王は内部に本機を改造して搭載したためミチャ a 用のディスクは本機でも利用できていた。なお、当時の競合他社製品がのきなみ3 2ビット CPU や6 4ビット CPU を搭載したため本機は5世代目ゲーム機としては唯一の8ビットである。プレイディアの基板。 ありがとうございます。